皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、4月以降のいわき市アンモナイトセンターでの体験発掘について、ちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、3月の体験発掘は3月の1日、3月1日に行われた以降ですね、コロナウイルスの感染拡大の予防もということも考えて、中止とされてきていたんですけれども、4月の4日土曜日から体験発掘は一応再開をされることになりました。はい、ただですね、1回の参加できる人数が50人に制限されていまして、それから軍手とあと化石を入れる袋は、センターの方には通常用意されているんですけれども、接触感染を防ぐということで、軍手と化石を入れる袋っていうのも、持参してほしいということになってますね。はい、今後ですね、また感染が拡大するようであれば、再度体験発掘を中止するということも考えられるそうです。はい、で3月の1日にはですね、はい、わかりますかね、こちら、この菊の葉っぱのような文様で、この渦巻いたような形、はい、こちら、アンモナイトなんですけれども、3月1日の本当に午後の部の本当に最後の最後、残り10分、15分くらいのところで出てきたんで、これ本当にね、一部、大体3分の1くらいの部分しかないんですけど、まだ壁の中に半分以上残っている状態だったんですけれど、ちょっとタイムアップということでは掘りきれなかったんですけれども、その後ですね、その体験発掘中止のあれがあったんで、1ヶ月まるまる掘りって掘れなかったわけですけれども、4月4日以降ですね、またこの続きを、掘りたいんですけれども、1ヶ月ですね、ちょっと雨ざらしの状態にはなってたんで、ちょっとコンディションがね、気になるところなんですけれども、これ、断面が出てます。じゃあ、それを掘っていくのは大変だ、それ。横？こうです。うわー、それかー、こう掘ってかなくちゃないから、上から落とさなくちゃないんで、横を削ってた。あ、本当だ、ダメージ。できるだけ早く行って、続きを掘りたいんですけれども、コロナウイルスですね、まだまだ収束に向かっているとは言い難い状況なんですけれども、今後ですね、そういう動向をしっかり見極めて、感染予防の方をして、いろいろ気をつけて、体験発掘の方に参加していきたいと思っています。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。